はい、皆さんこんにちは。2022年弁理士試験合格者対談ということでね、本日は今日、一発合格をされた、合格者ということでお話を伺いたいと思います。じゃあ始めていきましょう。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。簡単に自己紹介されます。坂本健太と申します。普段は企業の知財部で勤務しておりまして、今年度弁理士試験に合格することができました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というところで早速ですね、いろいろな弁理士資格、いろいろな資格がある中で、まず弁理士を目指そうと思ったきっかけですね、これをちょっと伺いたいなと思うんですけど、これなぜ弁理士を、ね、そもそもマイナーな資格ですからね、なぜ弁理士を目指そうと思ったんでしょうか。そうですね、企業の知財部で働く中で、より法制度に詳しく、はい、なって、より専門的なですね、仕事ができるようになりたいなと思って、受験をですね、希望しました。そうです。ちなみにそもそも知財部に入ったきっかけは何なんですか。そうですね、それは大学時代にですね、はい、企業の方と共同研究する機会がございまして、その中で特許出願をですねする機会がありまして、それをきっかけに特許にですね、興味を持ちました。はい、じゃあもう本当に大学出てすぐ知財、じゃあもう知財畑一本。そうですか、もう有望ですね。はい、ということで、それで一応じゃあ、知財に、特許とか自分でこうやってる時にあるなっていうのが分かって、でじゃあちょっと知財部に行ってみようと。で知財部に行ったら弁理士って資格があるから、これは取ってみておいた方がいいという感じで目指した感じですね。はい、でその勉強を始めようと思った時に、やっぱ難しいので消えようやっぱ難しいとね、なかなか独学ではかなり厳しいかなと思うので、こう予備校というか、ね、こう受験期間を利用すべきで、いろんなところが多分今あると思うんですけど、なぜこうレックを選んだんですかね。そうですね、はい、まずは短期間で合格したいというのが一番最初にありまして、その中でですね、一発合格者を数を輩出しているのレックで受講しようかなというふうに考えました。はい、レックのサイトの方にですね、お試し受講の サイトというんですかね、ウェブ動画が上がっていまして、その中でですね、各先生のお試し講義を聞いて、これであれば勉強が続けられそうだというふうに思って、受講をすることにしました。はい、当然短期でこう合格するってことですけど、正直なところ最初はあれですかね、こうどれ一発で合格できるぞっていうふうに、最初は多分思うんですね。はい、ああこれ一発でいけそうだって、だから途中これどうかなってね、やっぱこう不安もあったと思うんですけど、その辺でどうでした。そうですね、やはり勉強を始めた当初っていうのは、正直言ってこの試験の本当の難しさに気づいていないところがあって、多分やれば合格するんでしょうぐらいの軽い気持ちで始めたところもありまして、ただ勉強を進めていく中 でこれは本当に本気でやらないといけないぞというふうに思いましたね。はい、なるほど。はい、でじゃあ実際それで申し込んで、いろいろ気持ちもね変わりながらっていうところで、いろいろ遷移してたと思うんですけれども、でドンと実際に学習を開始して、レッキーなカリキュラム、講師や教材をどうでしたかってところで、ちょっと質問自体は、こういうレッキーなカリキュラムって話も含めてなんですけど、ちょっと受験全体ね、どんな風に進めてったかなというのを、スケジュール的に聞きたいんですけれども、まずいつ頃始められたんですかね、勉強自体は。7月から、始めました。7月は夏ですね。そうですね。そうすれば通常の人よりかは、ね、よく春の受講生が多いので、ちょっとだけ遅い感じですね。はい、なるほど。で勉強時間的にはどれぐらい取れてましたかね。そうですね、平均すると週30時間弱ですかね。結構取れてますね。それって例えば平日だとどれぐらい取ってました。そうですね、3時間前後は3時間以上ですかね。はい、平日が3時間ぐらい、で土日でお休みの日は。そうですね、土日で1日大体、そうですね、2日間合計して10時間以上ですかね。なるほど。そうすると大体その1週間25ですよね。平日25から、プラスアルファして30ぐらいと、はい、結構大変でしたね。最初の頃って学習まで7月から開始するぞということになって、まず最初はどんな勉強を進められてました。そうですね、まずはじめに導入 の講義があったかと思うんですけれども、そこでですね、4法 の、基礎的なところについてですね、学習しました。その時でどんな勉強をされた。大体最初の講座って、入門のテキストがあって、私こうウェブがあって、あと多分穴開けレジュメがあってみたいな形だと思うんですけど、であとは落とし込みをやってくださいという、指示とかもあったりしたと思うんですけど、その時期ってまず最初7月から始めた時って
どんな感じで進めてました？うん、そうですね、先ほど馬場先生がおっしゃったように、うん、他の方よりも始めるタイミングがですね、うん、若干遅かったのもありまして、はい、なるべく早めにその導入の講義の主張を、うん、まず終わらせるということに、うん、集中しました、うん、やはり一つ一つの科目の理解度がそこまで深められていなくても、うん、まずは一通り一周してみるということをですね、うん、気をつけていました、うん、で1週間の最初の頃の勉強はほぼ動画を見る感じ？そうですね、はい、なんか作業をやってみたりとかってそういうことは特にはなかったですか？そうですね、簡単に落とし込みはしていたかもしれないですけども、そこまで深入りせずにですね、うんうん、ちゃちゃっとこう1周目を終わらせるというような感じでしたね。あ、なるほど。でそれが大体どれぐらいまで？最初の1ヶ月ぐらいで、はい、最初のですね、一通りの講座を特許から、はい、導入講座をですね、はい、までですかね。あ、なるほど。でそこを見終わって次に、まあ、だいたい見るじゃないですか、はい、なんかよく見て多分頭の中に残る残らないが多いですよね。でもとりあえず一通り終わって見て終わった感じどんな感じでした？そうですね、一周終わってみて、うん、意外と自分分かってるんじゃないかっていうふうに思って、うん、ただ特許特実衣装商標って言ってやって、うん、最後にその後特許に戻った時に、うん、あれだいぶ忘れてるぞっていう、そうそうそう全然理解がこう深まってないなというのに気づきまして、うんですね、はい、で講義見終わった後は次またもう一回見たような感じですか？そうですね、あまり同じ講座を複数回見るというのはやらなくてですね、うん、また次の制度イメージですかね、はい、進みました、うん、なるほど。でその制度イメージがじゃあだって8月ぐらい？そうですね、はい、うん、その頃の勉強ってのはどんなこと具体的に？その頃は一応1回導入の講座で聞いている内容ですので、うん、より深くこう理解する必要があるなというところで、うん、担当これも使ってですね、落とし込みを中心に行っていきました、うん、あ、なるほど。落とし込みって、まあ、結構ねいろいろこれ私も質問を受けることが多くて、どうでしたやってみて？そうですね、最初はどういう論点が聞かれているのかっていうのをうまく把握できないと思うんですけれども、はい、うんうん、何度もやるうちにだんだん把握理解を深めていくというようなイメージですかね、うん、あ、で今日ね落とし込みで使った四法対処をねお持ちいただいて、皆さんによく聞かれるんですよ、これ落とし込みってどうやるんですかとか。で多分それ困りませんでした？そうですね、最初は、はい、何を書いていいんだっていう、はい、でね、これ通信の人だと、まあ、特にわからないと思うんですけど、結構ね通学の人もやっぱりわからなくて、まあ、結局他の人の見れるわけではないので、うん、で見ると結構あれですね、ポイントタイプですね。そうですね、がっちりやってない感じですね。こちら2冊目になっていまして。あ、2冊目はどうしたの？1冊目ちょっと置いてきちゃったんですけども。あ、そうこれじゃあもうまとめてやってる感じですかね。うん、なるほど。こんな2冊あれ改正法10月に新しいのが出たからっていう形ですかね。うん、ちなみに1冊目と2冊目ってどんな感じ？2冊目はあれ分からないところを中心に。そうですね、1冊目はとにかく書き込むというのを、うん、そうだよね、気をつけていまして、うん、ただそうするとあまり見にくいっていうのがあるので、うん、2冊目買い直した時にですね、うん、よりこう自分の中で理解度があまり深まっていないところを中心にですね、はい、書くようにしています。だからまあどちらかというとこういう条文でないところを中心、結構私だとねこう全部チェックしていきましょうみたいないう出てるポイント、まあこれちょっと場所悪いですね、うん、まあ、例えばこの辺なんだ、うん、これまあこれあれですかね、判例関係とかは。そうですね、はい、うん、これ判例を緑でかい、あれかな。そうですね、判例を緑で本書かな、多分。あ、そうですね、うん、で赤が過去問、はい、うん、あ、だからまあ分かあれですね、本当に分からない、多分最初の頃と逆に肉塗りとかもあまりあれかな。そうですね、割とあっさり、うん、すいません。あ、なるほど、もうあれだね、本当に分かんないところを今自分で、確かにないね。そうですね、うん、あ、じゃあ1冊目の方見て、1冊目はかなりそうですね、うん、肉の煮なんかはだいぶこう赤線を引いたり、ね、図表を書いたりという感じでやっていました、うんうん、で担当のコレモンも持って、担当のコレモンは一応まあこれが教材であるんですけど、例えばまあこう入れると、まあ、なんかうまい具合にあるなんだよね、仮通常知識とか微妙なところが出るんだけども、あ、趣味を真面目にやってるなっていうところが4どころにとかいきますか、うん、あんまりこれあれですかね、こういうのが貼ってあるのは、これ実際最初の頃って問題解いてました？そうですね、解きたくはなったんですけれども、はいはい、馬場先生からですね、うん、問題を一問一問解くと時間的にですね効率が悪いので解かないようにという指示を受けまして、うん、はいはい、
解かずに問題を見て論点を把握して、うん、でうまく把握できないようでしたら付箋を貼るという方法でですね、うん、やっていました。どうでした、その逆に、まあ、大体みんなやっぱ解きたくなっちゃうんですよね。そこに問題があると答えを出したくなるのがいやそうそう、なんかもう登山家と一緒でそこに問題がある限り解きたくなるっていうのがこれ人情なんですけど、これ解かないでやってみて、ただあれだね、こっちの回答を見てポイントを多分拾ってってくださいってよく私言ってるんですけど、 そうですね、そのやり方に変えるとどうでした。そうですね、分からないなりにもスムーズにこう次の問題に行けたりというか、分からないところは適宜こう飛ばして、後で2週目3週目で理解を深めるということをですね、気をつけました。そう、特にそうこれもって問題数が多いんでそう平成10年から載せてるんで、これ全部解こうとするとかなり厳しいかなっていう、で多分論点ごとに分かれてるので、でこれ論点、これ本自体はどんな風に使ってました、ここに、まあ、論点で分かれてるじゃないですか。はい、そうですね、全部問題解くような感じですかね、実際。そうですね、基本的には全ての問題をやるようにはしていました。例えばさ、178条とかってめっちゃ論点多いじゃないですか、こういう風に、はい、同じで結構一個の問題もないのか、例えばこれポン4とかだとね、これいっぱいで、多分衣装とかだとねすごい問題があったりするんですけど、そういうのも一応全部は解いてみてる。そうですね、最終的にはそうですね、はい、もう自分が分かりきってるもので、もうやる必要がないなというものは飛ばしたりはしていましたけども、基本的には全てやっていました。なるほど。でここビビビとよくね弁理士受験生にありがちなでこれが今疑問、当時、分からなかったところとかこう疑問、これどうですか、解けなかった問題、そうですね、ちょっと理解が足りないんじゃないかなと思うものをですね、付箋をつけて、はい、分かるようになってきたらと思ったら、付箋を外すようにしてました。はい、で、まあ、制度で、じゃあ制度イメージの頃がそれをやってるようなイメージですかね。はい、でじゃあ制度イメージ自体が終わったら次はどんなことを、まあ、終わりまして、で、まあ、これでまた4法ですね、制度イメージで、はい、でその間に、まあ、制度イメージ一周終わるぐらいに担当のこれも自体を見終わる感じでしたかね。そうですね、はい、ちなみに条文見ていくときって講座でやってる条文中心に見てました、それも結構割と前の方からざっと結構ね、これ両パターンの方いらっしゃって、最初の頃は講座に合わせて、何ですかね、はい、復習がてらというか、講座でやったものに対応させて条文を確認するようにしてました。あ、なるほど、で結構ね、そうすると総則とか雑則とかね、細かいところが割とあと結構後回しに、そうですね、はい、で、まあ、それが終わったのがいつぐらいですか、ね、時期的に。そうですね、 9月か10月ぐらいだったかなと思います、ね、結構じゃあ本当にハイピッチで進んでる感じですね、はい、で9月か10月でじゃあ一応よく、まあ、大体制度イメージでよく出る条文を、まあ、主に特許をやって、で、まあ、衣装消費はネタ一通りやってるんですけど、で、まあ、よく出る論点に関してはじゃあそこまでに一応一周はできてる感じですかね、はい、理解度はどれぐらいですか、感覚的にその頃は。そうですね、今思うとあまり高くはなかったのかなと思います。まあ当時はね、はい、これうまくいってるぞと言うけど、はい、やっぱりなかなかね、まだその時期だとね、はい、ちなみに論文の勉強って、まあ、そして今ずっとこう担当をやってるんですけど、論文の勉強はどんな感じで進められてました。論文の勉強は、少しこう制度の概要が頭に入ってきた段階でですね、9月頃から始めた、一通りの講座が制度イメージまでが見終わって、はい、担当コレモンで必須論点を見終わってっていう感じですかね。そうですね、はい、で論文のイメージ、論文の勉強はまず最初何を、論文の勉強は、論文スキルアップ講座と、はい、すいません、ブラッシュアップですかね、要するにコレモンを解説する講座と過去問を解説する講座があると思うんですけど、はい、まずそれを見た感じ。そうですね、論文コレモンを解説する講座を先に見たかなと思います。なるほど、でその後に論文スキルアップで過去問の講座を見た。そうですね、はい、はい、なるほど。で講座を見た後、まあ論文って、まあ、大体9月ぐらいからちょっと着手って、まあ、要するに並行してじゃされたのかなと思うんですけど、その頃ってまず最初は何を見てました。最初はでパターン的には、はい、多分論文コレモンで細かく見ていく人と論文の過去問を多分見ていくパターンの方がいらっしゃるのかなと思うんですけど、まず論文コレモンは見るように、最初見るようにしていて、はい、その後論文の過去問でですね、マッチングをするようにしていました。
論文の論まず論文、まあ、論文コレモンっていうのが私の講座でまあ使っているその論文の過去問を分解してもう細かい論点だけにこう集めた冊子なんですけれども、それはどんなふうに使ってましたっけ。そうですね、最初はあの書き写したりしようかなとも思ったんですけども、かなりあの時間がかかるなっていうことに気がつきまして、あの書き写すというよりはあの何度も確認してですね、頭にあの入れるようにしていました。ちなみにコレモン自体の勉強時間ってこれもね2パターンしてるんですよ。要するにあのなんですかね、結構ガッチリあの机に向かってやる方と空いてる時間でちょこちょこなんかこういつも見てるってパターンがあるんですけど、どちらの感じですか。そうですね、空いてる時間にあの見るパターンが多かったかなと思います。じゃあちょっと本当隙間のもう数分とか、まあそうですね、まあ移動中じゃないですけど、そういう時で、逆にあれかな、時間がある時は過去問。そうですね、はい、やっていたと。なるほど。で過去問の、まあ、教材で使っていた過去問も多分持ってきてちょっと今日参考にくれたと思うんですけど、よいしょと、でまあこんな感じですよね。マッチング、マッチングはこれはして、あ、まあ、こういう感じで、でまあ多分あれですね、問題文に出てきている項目を水色をやってみて、であれですね、問題文から分かるところ水色と、でまあ、大きな項目を、まあ、ピンクで書いてもらって、で緑が条文かな。そうです、ね、条文で分かる項目を持ってきているという形で、これマッチングまず最初ってやっぱやると手探りだと思うんですけど、やってってどんな感じになってきました。そうですね、最初あの論文のレジュメを見た時に本当にあのこのレジュメを再現できるのかというところがあのあったんですけれども、あのマッチングをしていくと項目、こういう項目を上げなきゃいけないっていうのが分かってきたりですとか、あるいはあの問題文の言葉と条文の言葉を組み合わせればあの再現できそうだなっていうのがあの分かって、取り組むハードルっていうのがすごくあの下がったように思います。なるほどね、そうですよね。でちなみになかなかやっぱね、その通信でやられてるとこの論文でこう、ね、なかなか見てもらう機会も、少ないかなと。特にまあ入門生の場合は多分機会があまりないので、まあ、そういうちょっとね不安は多分あったんじゃないかなと思うんですけど、なるほど。でちなみに論文の勉強じゃこうマッチングをまあしましたと。で時期的にはいつぐらいまでやられてました。年明けこうあの1月末頃までですね。本当に言ってる通りですよ、はい、私は、ね、じゃあ1月末から、今度は下散歩を始めた感じですかね。なるほど。そじゃあ並行して論文やってて、落とし込みは全部、あ、じゃあこちらマッチングのいわゆる過去問の、まあ、確認ですよね、これね、論点のこれ自体は終わりました。人とどれぐらいまで終わり、論文ですか、ね、論文の、1月末までで基本的には全部終わりました。14年まで終わらせるようにしました。で、とりあえずじゃあマッチングを一通りやってそこで終わったっていう。なるほど。でそこからは、担当の勉強をもうに注力してる感じですよね、はい、でちなみに担当は今度は重要多分項目と最後のあのまあ一気に4法横断でやっていく、4法横断まとめみたいな形でやられてますけど、でそこで今度はどんな感じで1月ぐらいからやられてました。4法横断の方ですか、ね、4法横断含めてそうです。まあ、ただ多分4法は4法横断でやられてました、それはまたあの秋頃にその2回目の講座が終わった後にですね、すぐあの取り組むようにしていて、その論文の対策と並行してですね、あの1月末頃までやっていたかなと思います。四方横断になると多分毛色が若干変わると思うんですけれども、その時なんか戸惑いとか逆に良かったとかあります？そうですね、あの最初はあの特日衣装商標とあの別のこうタイミングというかで、あの行っていたのが、あの四方横断では一気に取り扱うので、あの最初はすごく混乱しましたね。特にあの商標はあの特日衣装とあのまた毛色が違うので、かなり混乱はしましたね。ただ最終的にはあの総合してあの理解するというのは非常にあの手助けになったかなと思います、そうなかなかやっぱりね4法毛色が違うところはあるので、ただ、ね、さっき言ったように一周やって戻って多分分かんなくなってるっていうのが混乱しちゃうんですよね、規定として。だから私はそこもまとめてやっちゃった方がいいかなっていう形でやっていた。なるほど。でその頃になると、で下散歩を始められた。下散歩って結構私1月ぐらいから始めてくださいって言うんですけど、不安じゃなかったですか。不安でしたね、ねえこんな遅くて大丈夫かって、で実際どうでした。でもやってみて実際はあのご指導いただいた通りですね、そんなにあの早くあの始める必要はなくて、直前にあの、年明けてからであの十分だったなと思います、そうなかなかね多分やっても点が上がりにくいっていうところはあるかな。じゃあ下散歩時代の勉強は本当にじゃあ前ですか、講義聞いて過去問。そうですね、はい、
っていう形でやる。割合的にはどんな感じでしたかね、担当あの4歩と下3歩って覚えてます？そうですね、最初はあの下3歩をあの勉強始めた頃は、うん、あのやはり新しい科目なのでちょっと楽しくなったりして合計時間勉強時間の半分ちょっとぐらいをですね、うん、あの下3歩に割いてたりもしたんですけども、うん、4歩にこう立ち戻った時にあまり、うん、あの4法 の理解度が上げられてないんじゃないかということに気づいて、うん、あの半分は下3法の勉強時間が半分をこう超えないようにっていうのはセーブしていました、うん、はい、で結構こう直前になるとだんだんね、そう、まあ、下3法始められて3月4月5月っていろいろ辛くなってくると思うんですけど、その頃はどんな感じでした？そのメンタル的に、ね、メンタル的も含めて勉強内容、まあ、合格できるのかどうかっていう不安がすごくあって、でゴールデンウィークぐらいですかね、だいぶこう心が折れかけた時もありましたね。皆さん一発合格の方多いんですねそういうタイプね、うん、ちなみにレック の, あの10年分の過去問集は使われてました？あ、はい、使ってました。あれいつぐらいから使われてました？4法については、2月頃から使っていただいて、解き出してる感じですかね、はい、で解く時はそれはあれですかね、前から解いてる、年ごとに、ああ年度別で、あの多分令和3年とか令和2年って、はい、まあ、その方多分いろんな分野が出てくるんで、ちなみにその時の正答率ってどれぐらいでした？最初はかなり低かったですね、6割ぐらい。あ、大変ですね、そこからね、スタート、ちょっとここは気合を入れてやらなきゃいけない。そうですね、うん、その時にコレモンに戻ったりしました？あ、しましたね、あの、うん、過去問演習をこうしていくと、あのやはり一問一問 の, あの正解不正解がこう、うん、気になるというか、そういう勉強になってしまって、うん、あの論点自体がこう落ちてるんじゃないかという不安もあったので、あの空き時間にですね、担当コレモンはあの確認したりして、その俯瞰した知識っていうのをあの落とさないようには気をつけていました。まあね、そうするとね、多分間違えた枝の条文で一気に見れるんで、ね、いいかなと思うんですけど、はい、4本まとめの講座使ってましたしね。あ、そうですね、はい、うん、あれどれぐらい見られました？そこまであの繰り返しは見ていない、確認っていう形で、はい、うん、何回かはあの電車の中でですね、うん、あのスマホで視聴したりとかしていました、うんうん、はい、で、まあ、担当試験無事に合格されて、で論文だっていう、そのたった1ヶ月しかないわけですけど、その時期は何を？ですね、項目出しをあのしていました。1月末までで、あの論文のマッチング自体はあの終わっていたので、うん、そこからはあのひたすらですね、あの答案構成をしていました、うんうん、はい、ということは、まあ、ほぼ過去問だけですかね、勉強で。そうですね、はい、うん、で過去問結構、あの私過去問だけやってくださいって言うんですけど、不安じゃなかったですか、それも大丈夫かな、過去問だけでみたいな。そうですね、うん、あのもうあの馬場先生 の, あのご指導の通りですね、はい、あの、うん、大事なことはもう過去問でこう教えてもらえるというか、うんうん、過去問を使って勉強すれば十分だっていうのは、うん、あのなんとなくこうイメージとしてありましたので、あの とにかく過去問をあの集中して取り組んでいました、うん、なるほど。ちなみにそこであの、まあ、論文を受けた感触としては？そうですね、うん、あのもう いまいちこう出来が良くなかったなと思うところもありつつ、うん、あの緊張しながら合格発表を待っています、うん、で合格見た時どうでした？やっぱ嬉しかった？嬉しかったですね、はい、まさかね、今皆さん思いますよね。そうですね、うん、ちなみに最後で、まあ、いよいよ口述をやらなきゃいけないってなったんですけど、口述はどんな感じで、ちなみに最後は、口述試験は、口述アドバンスをあの繰り返しですね、うん、見たり、言葉に出したりしてですね、はい、あの勉強するようにしていました、はい、なかなかね、やっぱ口述のプレッシャーが、ね、あったかと思うんですけど、それ、まあ、結構聞いてるとこう順調な感じではあったんですけど、じゃこんな質問ですね、ドンと。モチベーションの維持やスランプの維持の工夫ですね、うん、っていうところで、これやっぱモチベーション結構ね大変ね、いくらまあ7月からといっても、まあ、実質まあ担当まで1年もかからないで合格されてるんですけど、これなんかどうですかね、モチベーションの維持とか。そうですね、あの、うん、勉強時間をあの、うん、スマホのアプリでですね管理して、自分が週何時間あの勉強できたのかというのは管理するようにしていました、うん、やはりあの視覚的にこう見ることで、あの今週は勉強できたなとか、うん、今週はちょっと忙しくて時間が取れなかったなというのを、うん、あの管理しやすかったかなと思います。そうだよ、学、いや最初の頃によく言ってる学習時間の可視化というか、ね、ちゃんと見えるようにどんぶり勘定でね、どうしてもなりがちなのでね、はい、うん、ちなみにそのもう一個のなんかさっきね、あのゴールデン心折れそうだったって言うんですけど、途中でなんかあんまちょっと辛いなと思った時ってあります？そうですね、うん、あの何回かあの、まあ、冬休みだったりとか、ね、あの、うん、長期休みの時にですね、はい、心が折れかけた時はありましたね、うん、その時どうされてました？
そうですね、もう集中して勉強できないような状況であれば、うん、まあ、休むっていうのも一つの選択肢かなと思います、うんうん、あ、まあそうですよね、うん、実際休まれました。そうですね、まあ、外をこう散歩したりとかもうお出かけの日にしたりとか、そういうふうにしていました。あ、そうですね。でまあ、そんなことやって、まあね、本当にこう一気に合格できたんですけど、そのズバリね、どんどん今年に合格したって、こう自分としての決め手は何だったと思います？そうですね、うん、勉強の範囲をこう絞ったっていうのが一番大きいかなと思います。やはり弁理士試験っていうのはすごくこう範囲が広くてですね、うん、条文だけじゃなくて審査基準だったり、うん、判例まで含めるとすごく幅広い範囲になるのかなと思います、うんうん。その中でも試験に出てくる範囲っていうのはレックの先生の方で教えていただけるので、うん、その範囲をまずきっちり抑えるっていうのが大事なのかなと思います、うん、はい、そうですよね。やっぱだから、ね、いろんなことやりすぎちゃうとね、どうしてもね、うん、知識も分散しちゃうし、だからまあ私はよくだから過去問ベースにしっかりやってれば、まあ、過去問から逆算してここだけ抑えればいいっていうことをやれると、まあ、短くて済むのかなっていう気がしますね。はい、ではよいしょ、最後になりますけれども、今後の目標と弁理士試験受験する方々のメッセージをお願いします。あ、そう、今後の目標ね、合格を聞いてみたいんですよ、私いつも、うん。今後の目標はですね、正直申し上げますと、弁理士試験の受験生時代はあまりこう審査基準とかまで深入りして勉強できていなかったところもありますので、そのあたりはしっかり弁理士としてですね、抑えていきたいなと思います。あと発明者だったり事業上の観点を踏まえて出願権利化できるような弁理士になりたいなと思っています。結構ね、その弁理士試験って大変そうなんですけど、ね、その後の実務を考えるとまだまだやることがねたくさんあると思いますし、でよくまあ、ね、論文書くの大変なんですけど、実際意見書とかね書く方も大変で、企業だったらね本当訴訟とかそういうところまでやらざるを、ね、得ないとなると、じゃあ、ね、裁判所に提出する書面とかもなんだかんだ作成するのでまあ今後大変かったので、ね、外国のアメリカとかね、それ中国ヨーロッパとか、まあ、そういう国の法律も勉強していかれるので大変かなと思うんですけど、はい、でもう一個弁理士試験をじゃあこれから受験するぞって方はね、なんか温かいメッセージをカメラに向かって言っていただけると、はいはい、すごく試験勉強大変だと思うんですけれども、次の試験で必ず合格するぞという強い気持ちを持ってですね、試験勉強に取り組まれていただきたいなと思います。ちなみに、まあ、私の講座やっててツイッターで質問ってされました？あ、はい、馬場先生の方にですね、うん、でそれどうでした、質問自体？すごくこう素早くですね、うん、お答えいただいてタイミングによりますけど、はい、オンライン の、 受講なので、うん、そのあたりこう質問疑問点が解消できるのかっていうのは、うん、すごく不安としてあるかなと思うんですけども、うん、そのあたりは心配なくですね解消することができました、うん、なかなかそういうのやっぱり通信でやってるとどうしてもこう孤独な戦いになりませんでした？そうですね、はい、うん、だからそこがまあ結構ツイッターの他の受験生の見てました、見てましたね、はい、うん、すごく勉強時間取れてる受験先生だったり、うん、あるいは勉強時間自体はそこまでこう取れてなくても、うん、忙しい中でこう間を縫って、うん、頑張られている方っていうのを見させていただいてですね、うん、励みになりました。あ、ちょっとモチベーション的には、はい、結構ね2パターンいらっしゃるんですけど、なんかやりすぎてる人見るとへこんじゃう人もいるんですけど、うん、で結構でも質問ってですかね、やっぱしようと思うとその場で解決しちゃうことも多かったですか？なんかよくそれ言われるんですよ、ツイッターで聞こうと思ってて調べたら解決できた、まあ、逆に聞く、まあ、きっかけがあったからよかったという話もあって、うん、そうですね、質問をこう、あ、こういう質問したいなとふと思った時に、うん、調べてみたらすぐ解決したというのは、うん、意外とありました、ね、そうですね、だから逆にないとね、そこがそのままになってしまうので、はい、うん、よかったんじゃないかなと思いますね、はい、ちなみに最後ですけど、なんかスマートを取ってて一番良かったことってあります？そうですね、別に勉強に関係なくてもいいですけど講義時間がそんなに長くはないと思うので、うん、一個一個がね、はい、うん、しっかりその講義自体をこう潰すっていうんですかね、理解度を深めることで合格まで近づけた、効率的にこう近づけたっていうのはすごくいいところかなと思います、うん、ちなみに倍数普通の等倍で見てました？等倍で見てました。あ、そうですか、はい、結構人によってすごく倍速で見る人もいて、ね、私も早口で言ってるので聞き取れないんじゃないかと思うんですけど、じゃあ結構本当にもう60分で見られます、はい、で、まあ、空いてる時間でじゃあもう見れたって感じですかね？そうですね、60分だったのですごく集中力高くですね受講することができたかなと思います。はい、
ということでね、本当にもう今日は貴重ないろいろね、最後になってしまいましたけども、いろいろお話を伺いまして、私も非常に参考になりましたね。あの今年の講義に生かしていきたいなというふうに思います。ということでね、まあちょっといろいろとコロナも今ね流行ったりして大変な時期だと思いますけれども、まあ、皆さんね体調に気をつけて、ぜひね、一発合格皆さんも目指して頑張っていただければと思います。まあ、当然、ね、一発じゃなくても弁理士試験に受かるということが大事だと思うんでね、合格を目指して進めていただければと思います。はい、というところでね、じゃあ今回の2022年弁理士試験合格者対談ということでこれで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。佐野さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。さよなら。手振ってます。さよなら。